ジズムさんでした。失礼しました。はいさーい、沖縄から沖縄ツーリストがやってまいりました。皆さんご存知、銚子電鉄の犬吠駅でですね、名前を付けさせていただきました沖縄ツーリストと申します。柏木と言います。銚子の、皆さんの、ために、いろいろ私ども、頑張ってですね、地域、を元気にするような、形で、銚子電鉄さんや、市役所の皆さん、地元の皆さんと一緒に、頑張ってます。で、私ども犬吠の駅なんですけど、その隣の駅、君ヶ浜の駅ですね、はい、ミストソリューションさん、はいはいはい、皆さんこんにちは。じゃあ、ミストソリューションの田代でございます。銚子電鉄の君ヶ浜駅では、銚子の皆さんには大変お世話になってます。これからもちょっとよろしくお願いいたします。でですね、銚子を盛り上げるイベントということで、7月24日に UFO を呼ぶイベントというのは控えてるんですけれども、それに合わせまして銚スポというオカルトに特化したタウン情報誌フリーペーパーを発行しようと思ってます。この話はですね、もう間違いなく山口敏太郎先生からちょっとお話をしていただいた方が効果てきめんかと思いますんで、もうぜひ先生よろしくお願いします。作家で、オカルト研究家の山口敏太郎です。僕はですね、有吉 AKB とかオアスタ645とか年末やってるビートたけしの超常現象スペシャルとかそういうの出ております。ちなみに7月の12日はマツコも知らない世界に4回目の出演をしますので、それで銚子電鉄さんとか観光協会さんからご依頼を受けまして、クリプトツーリズム、これは妖怪とか都市伝説 UFO で町おこしをするという境港がやってる手法です。アメリカで始まった、ここ15年ぐらいで始まった概念で、僕は日本語に翻訳して入れました。それでですね、岐阜の方で空き店舗を利用した柳瀬商店会のお化け屋敷が、2万人の動員という成功を行ってまして、今年で5年目4回目の開催をやります。で、青梅の方でも雪女で町おこしということで雪女資料館を作っております。で、銚子からご依頼を受けまして、今回 UFO を呼ぼうということと、あるいは東京スポーツ的なローカル新聞を作りたいということで、銚子スポーツ、銚スポというのを作りました。で、驚くべきことが分かったんですね。銚子市民の5割は UFO を見てるもうこれで僕の心は決まりましたね。銚子は日本のロスウェルだというふうに僕は断言してますので、エリア51の日本版というような感じを売り出していきたいなと思っております。で、UFO 宇宙人妖怪というのはですね、非常にハッピーで害のないキャラクターですので、そういうものを使ってですね、今回妖怪列車も走るんですよね。で、さらに妖怪スタンプラリーって銚子電鉄でもやっております。これ1駅ずつ妖怪、千葉に関する妖怪をですねスタンプを集めていくと10駅でコンプリートと。で、僕はとんでもないこと気づいたんですけど、銚子電鉄はね、本数が少ないですから多分全部コンプリートするのに8時間くらいかかるんですよね。かなり難易度が高いということに設計した後で僕が気づいて愕然としたという、多分チャリンコを車に乗っけてきてチャリンコで回った方が早いだろう鉄道スタンプラリーも意味がないなと思ってはいるんですが、そういうことをやってきます。で、ヤフーニュースにトップで出たりですね、東京スポーツに出たり、割と仕掛けが成功しております。で、あとはですね、ちょっとテレビ電波に乗っけることを考えたいと思います。で、銚子がですね、UFO の破片が落ちた事件とかですね、 UFO の基地が君ヶ浜にあったとかですね、さまざまな話があります。これを含めてやっていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。2ページ目、資料入りますので見てください。ありがとうございます。